はい、病人です。病人なんですよ。今日はね、紙パンツをしててよかったっていうお話をしていきたいと思います。ではではでは、スタート。これがですね、本当ね、良かった。もうずっと多分これあるローテーションを迎えないと多分落ち着かないと僕思ったんですよね。今すごく自分のお腹ってすごく落ち着いてるんですよ。もうだって最初の頃はもう最初だ、今ももう常に今下痢状態の、下痢状態というか、まあ、食べてないから水しか出ないんですけど、だから2日目の夜か、自分の糸と自分の糸ってことですよ。あ、便意が来たなじゃなくて、勝手にうんこ出るんですよ。マジで、こう寝てたら、嘘、マジで、うんこしちゃった。ああ、髪パンとしててよかったと思って。体が勝手のにさ、もうこれでしょ、これでしょって、もう助けてもらえばよかったかなって思ったっすよ、あの時は。でもその時はまだプライドが許せれないっていうか、なんかそううんこ漏らしたっていう自分がちょっと許せれなかったんで、看護師さんに手伝ってもらうこともちょっと抵抗がすごくあって、もう一人でなんとかこう夜中も、ズボンにつかないようにこう紙パンツをまあこう脱いで、ああとか思いながら、ああ紙パンツでよかったと思って、でも処理して紙パンツを捨てに行って、やれやれと思って、もう疲れたーと思って、でまだ寝たんですよ私。そしたらさ、まさか、まだするとも分かった。2回目。あ、またね。まだね、踏ん張り効かないんですよ。こっちの、フォームを締め付ける。もう、ドルルルルって感じ。あ、出ちゃった、みたいな。情けなかったっすね、あの時は、ほんと。その日はその日でも終わって、まあなんとか、済みましたよ、もう。それで、これがね、終わらないんですよ。あとね、3日目の晩は、3日目だったのか、やっちゃったんです。あ、なんか来たかなと思ったけど、行くのめんどくせえんですよね。もうなんか、あ、もういいや、もうちょっと後でまとめていこうかなって、なんかちょこちょこ行くの嫌だなと思ってたんですけど、2度目のサインの時はアウトのサイン、あ、ダメだ、出ちゃったってなっちゃいかんなこりゃと思って、またこうやって一人こっそりと後片付けをして、紙パンツ捨てに行って、
ああ紙パンチ最高だなと思って。のメリットとデメリットって僕今回すごくね思ったのが、紙パンツ履いてるから安心ができるんですよ。あ、ちょっと漏れても大丈夫かなみたいな、ちょっと我慢してもいいかなって、このちょっとの我慢が良くないんですよ。うん、これはね今すごい気をつけてるんですよ僕は。一回尿意や便意を感じたら行きなさいって話なんですよ、これって。まあ、しょんべんだからいいかなと思って一回我慢したら二回目ちょっといや我慢できるし、あ、出てる出てる出てるみたいな、紙パンツでよかったみたいな、やっぱ紙パンツかいみたいなっていうことになって、うん、そこからはもう尿意を感じたり便意を感じたらもうすぐ行くようにしております。そしたらね、もうそういう風なあのおそそはなくなりました。でお腹の方ももう全部出し尽くしてるし、まあ、その何ですか、テルで出ることもなくなったんで、もう今紙パンツじゃなくて普通の自分のボクサーパンツを履いてますぐらい今安定しているとこなんでございます。いやー今回の動画は紙パンツだからといってニッチな、な紙パンツにあやかってるばかりだとダメですよ、ちゃんと尿意や便意を感じたら言ってくださいよという話でした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。もし今回の動画が良かったらいいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた、バイバイ。